皆さんこんにちは。今回も道中のモブ狩りシリーズちょっとやっていこうかと思うんですけど、まあこのモブ狩りの動画ね、ずーっとやりたかったんですよ。モブ狩りとかどうでもいいって思ってる人いるかもしんないですけど、今回は各狩り場エリアの強さ配分についてちょっと詳しく喋っていこうかなと思うんですけど、まあその強さ配分に関してはちょっと前の動画で触れてたと思うんですけど、そうですね、前言ったのは例えばここに、まあ、31層だとですね、最初この狩り場エリアに1人か2人ぐらい、ここに1人か2人ぐらい、配置するといいみたいな話だったと思うんですよ。その人数なんていうの、配分っていうの、この人がここに留まっていたら、この人っていうか、ここにこの一番最初のこの狩り場エリアに留まってる人がいたら自分はこっちに行くと、まあ、そういう感じで、まあ、この各狩り場エリアですね、モブが集まる区画それぞれに、なるべく少ない人員を割いて、まあ、効率よくモブ狩りしていこうっていう話だったと思うんですけど、野良パーティーあるあるなんですけど、野良パーティーの話しますね。先にそのこことここを狩るんですよ、31層の奥地って、迷宮区はですね。でその場合はですね、みんなそのなぜか野良って目の前のを狩ったら次に進もうって、なんかそういう人がなぜかやたら多いんですよ。でそういう人がやたら多いんで、例えばここゲート開放されたらもうここら辺まで進めるんですよ。ここにバリケードがあって、このエリアとこの狩り場エリア狩れるようになるんで、で大体みんなそのここでとどまって全部狩ってからじゃないと前に進めないみたいなイメージがあるのか、何も考えてないだけかもしんないですけど、まあ、とにかく目の前の敵を倒してから先に進もうっていう人が多いんですよ。でだからなるべく先へ先へ行くっていうのを意識した方がいいんですけど、もし先へ先へ行くっていう人が多かったら自分はその目の前のやつを狩る方に移動した方がいい。ただしですけど、タンクやる人ですね、タゲ、あー麻痺がやばい、あー死ぬ、あ、おいおい、殺されちゃうよ。麻痺怖え。タンクをね、やる人はどんどんね、先に進んで、例えばこことここが行けるようになったら、この前の方に行って、先に狩るみたいな。まあ、タンクはその、本当に他の人が狩る人、早かったら狩らずに先に行った方がいいまであるんですけど、まあ、野良パーティーくらいだったら多分、まあ、遅いんでちょっと買った方、気使って狩る方がいいんですけど、まあ、野良でもね、めっちゃ強い人っていうか、本当に知識あって分かってる人ばっかり来たら、まあ、そうですね。いや、でもどっちにしろ、やっぱ、先に行こうってする考え方は間違ってないんで、タゲだとね。まあ、とにかく、そうですね、ちょっと手伝うか手伝わないかみたいなことはあるけど、先に先行しようっていう考え方はタンクは変わらないですね。で、31層の迷宮奥地の場合、ここまで狩るとですね、こことこことここまで行けるんですよ。でタゲはもうここまで行っちゃうんですけど、火力とかやる場合はですね、ノラが最初みんなここばっかり狩るんで、俺はここをね先に狩って、余裕あったらこっち、タゲのやってる人のモブ狩り手伝いに行くみたいな感じで、でもっと余裕あればここのでかいモブ狩って、まあ、モッド解放のかけら集めみたいなのもやったりしますけど、まあ、ここにね2体いるんですよ。であとここに1体だったかな、いるんで、一番最初の方ですね、こっちは最初、ここ最初の2箇所を倒してゲート突破したらここに1体いる感じで、あとここに2体いるんで、まあ、モッド解放とかねしたい人はまあやるんですけど、まあ、そういう感じで先に先に進むっていうイメージを持って、でもし他の人とその狩り場、同じ狩り場で狩るっていう、その狩り場が被るみたいなのが、
被りすぎるのが良くないんで、できるだけこの総当たり、総当たりっていうか、このそれぞれの狩り場に人員を配置したいっていうのが、モブ狩りの基本なんで、あまりにもここの人数、さすがにここに3人4人5人とかいたら意味ないじゃないですか、マジで。その間にもう2、3人ここを配置して、あとここ1人1人とか、ここ2人、ここ1人2人、まあ、なんかとにかくここそれぞれやっぱ分配したいじゃないですか。だからなるべく先へ先へ行って、でもし先へ行く人がいたらもっといて、あ今回ちょっと失敗したなと思ったら、次からねボス倒した2周目っていうか周回の2回目から、まあ、気をつけて前に行かないように気使う、どんどん前に進む人がいたらちょっと後ろ戻って狩ろうかなみたいな、戻ってっていうか先行かないで狩ろうかなって、で他の人も気使ってちょっと前に進まずに目の前のやつから狩ろうとしてたら、今度は自分が先に行くみたいな、他の人が走ってるのこうやってね見て、なるべく他のところでね狩ろうってする、まあ、気遣いが大事なのかなと俺は思います。やべ、これ道中のモブ買ってたらさ、これなんか回復しないなと思ったら、なんか配布優位入ってて、これこのね戦線維持シリカみたいなのを、モブ狩りの時入れてるんですけど、たまにねこれ入れてるとね23層だとねワンパンで借りきれないことはあるんですけど、それでもねわずか残しになるとしても、やっぱまあ俺の場合はすぐ倒せるんで、それでもわずか残しになったとしても、まあ、他の人が倒してくれるっていうこともありますけど、だとしてもやっぱ結局回復しないと死んじゃうとか間に合わないとかもあるんで、まあ入れてますもん。違う話しちゃったで、まあやべ、これちょっと一回借り切っちゃったから、一回脱出してもう一回入れ直してちょっと説明しますね。でですね、さっき一つの狩り場に例えばこんなところに4人も5人もいらないじゃないですか。でそう一つのエリアだけ過剰戦力だと効率が悪いという話をしたんですが、例えるとですね、まあ、全体攻撃が使えるのに単体攻撃だけ使ってモブ狩りしてるようなものですね。例えばこことここどっちも同時に削った方が全体攻撃みたいになるじゃないですか。ここにモブ1体、ここにモブ1体しかいないって仮定するとですね、ここにモブ1体だけいるのに2人とか3人とかいらないじゃないですか。ここにモブ1体だけいるのに2人とか3人とかいらないじゃないですか。ここに1体ずついたとしたらですよ、そしたらここだけ狩るよりここにも人員を配置してどっちも同時に削った方が早いじゃないですか。それが1体っていうのがちょっと増えたっていうか、それが4体とか5体になってるっていう話なんで、だからそれぞれの狩り場にそれなりの人数を配置して、まあ、全体攻撃みたいなものですね。この一つの狩り場で全体攻撃してるみたい。この一つの狩り場っていうのが、まあ、この2つとか3つとかに、まあ、増えてるみたいなイメージで、こっち狩ってる間に他の人もこっち狩ってた方が、まあ、全体攻撃みたいなものになるよって話で、でそれで一つ一つの狩り場にそれぞれ人員を配置しようって話だけじゃなくてですね、この、一つの区画モブ狩りエリア内でもどこを狩ろうかっていう、分担が必要ですね。例えば今こっちに3匹こっちに1匹がいるんですけど、俺がここ3匹狩ればもう一人の人はこっち狩れるんで、俺がなんかこうやって狩ろうとしたり、こうやってスイッチ貯めるためにスキル打とうとしてなんかやろうとしてるなっていうのが見えた瞬間、自分がそこに例えばここ3匹いましたけど、ここを狩りに行こうとしてた時に急に前の人がスキルを打ち始めたと思ったら、これ自分走ってる途中でもちょっと方向転換っていうか、あやべこっちこの人勝ってるじゃやべ避けよみたいな、ちょっとサッカーじゃないけどなんかさ、他の人がこう動いてるからちょっと自分も動き合わせて、あやべこっち行こうみたいな、まあ、そういう連携ができるとなんかそう早くてちょっと楽しくなってくるんじゃないかなって俺は思います。でなんかイメージ的にはですね、なんかその人員それぞれ配置しててもですね、なんかどっかだけ遅いみたいなのがあるんですよ。やっぱ人によってモブ狩りの、まあ、狩る速さとか違うんで、
例えば2人とか配置してても遅い場合はちょっと遅いなっていうところに自分行ってみたりとかですね、そういう、まあ、人員をただ単にその人数揃えても、まあ、その人それぞれの狩る速さとかも違うんで、そういうのも考慮して自分がどこに行こうかっていうのを、まあ、決めた方がいいのかなって思います。で、まあ、1周目がその狩るのが遅かった狩り場エリアとかに1周目でそうだったら、その2周目から自分がそこに向かって、で3周目から本当にその2周目で俺自分がヘルプに行った場所、ちょっと狩るの遅いなって思った場所に行ってよかったのかなっていうのをよく考えて、3周目からもうちょっと微調整していくみたいな感じがいいんじゃないかなって俺は思います。でここで注意なんですけど、パーティーメンバーのでなんかそのボス戦とかでめちゃくちゃ火力出してるよ、めちゃくちゃっていうか、まあ、それなりに火力出してるよっていう人でも、そういう人、そういう強い人がモブ狩り絶対に早いとは限らないですよ。まあさすがにそのトップレベルの人たちだったらめっちゃ早いとかもあるんですけど、でそういう人もいるので、なんか例えばこのパーティーメンバー左に表示されると思うんですけど、それで他の人のスキルとか見れるじゃないですか。それで見て、あ、この人が強いな、この人が弱いなっていうのはボス戦でなんとなく分かってくると思うんですよ。あ、この人これくらいのダメージ出してくるなみたいな、まあ、そういうのが、まあ、強くなってくるほど、なんか周りの動きが見えてくるほど分かる人は分かるみたい。俺はまだちょっとそこまで周りを見る余裕がなくて分かんないんですけど、分かる人は分かるみたいなんで、そういうのが分かってくるとですね、そうですね、自分がどういう風に動いた方がいいのかとかも分かってくるんですけど、だからボスが倒すのが早いからといってモブが倒すのも早いとは限らないという話をしたかったっていう感じですね。で逆にですね、ボス戦がそんな強くないのにモブ狩りが早いっていう人もいて、例えばタゲが裏セットモブ狩り用のセットにしてる場合が、なんか火力出す人じゃないのにモブ狩りはなぜか火力が出て超早いよみたいな、まあ、そういう場合もあるんですよね。編成が分かってる人だと、そのモブ狩り用の編成っていうのがね分かってる人だとですけど、でまあモブ狩り用の編成についてはまたちょっと別の動画でちょっと出そう、喋ろうかと思うんですけど、まあ、今回はねちょっとそこのパーティーの各狩り場エリアの配置について喋っていくんですけど、まずだからそのなんて言うんだろう、必ずしもボス戦で強いだからモブ狩りが早いというわけではない。特に、まあ、野良パーティーだとどっちがどっちだか分かんないこととか結構あったりするんで、うん、本当にトップレベルの人だったらね、やっぱ大体は早い、大体は早い、うん、てかもうほぼ早いですけど、であとはロードの速さにもよります。例えばこういう風に迷宮入るとするじゃないですか。で今ローディングの画面になってると思うんですけど、このローディングの速さでどれだけ先に進めるかっていうのが変わってくると思うんですけど、ローディングが速い人は先へ先へ進んだ方が基本的にはいいんですけど、なんていうのかな、モブ狩りに自信があるかどうかも関係していて、たまたまですけど31層はモブ狩りが自信がない人の方が先に進んだ方がいいんですよ。まあそれはなんかその道中のモブの配置っていうか、まあ、どれくらいその各狩り場エリアにモブがいるかっていうことも関係してくるんですけど、これですね、例えばですけど、まあ、ここの狩り場エリア最後3個あるじゃないですか。でこの3つで言うとここが一番モブが多いんですよ。でここの方が少なくて、なんかどっちかっていうと集めやすい、まあ、ここが一番集めやすいかな。でここがちょっとモブが集まりが悪くて離れてる感じがするんで、でもこっちのがモブの数が少ないんで、モブ狩りに自信がない人ほど前にどんどん進んでいった方がいいんですよ。でこの2階ここの段階でもですね、ここが多くてここが少なくて、ここは例えばこの3匹を集めてこっちの1匹を別に狩ると、2パンで沈むとしてもこっち2発こっち2発っつってそれぞれ倒していけるんですけど、ここは多いんですよね。
だからモブ狩り自信がない人ほどどんどん先に行った方がいいのが31層でも、基本的に自信がない人ほど先に行った方がいいっていうのは変わらない気がするんですよ。でなんでかっていうと、火力がモブ狩りの火力が足らなくて、あんまりその倒すのが早くなくても、ある程度モブ集めってできると思うんですよ。モブ集めっていうのは、なんかそのモブ一体一体に通常攻撃一撃ずつツンツンしてって、まあ、集めるみたいなやつとか、まあ、31層85層あたりまではギリまあできるかなっていう感じはするんですけど、まあ、それでもね、まあ、集まりきらないことはあるんですけど、まあ、こういう感じでちょっと、まあ、微調整してって、でこっちそっぽ向いてるやつだけこうやってかき集めて、である程度集まったら、まあ、狩るみたいな、まあ、これちょっと1匹残しちゃいましたけど、まあ、これは1匹残したやつはもうこっちに向かってきてくれるっていう判断なんで、残った1匹の方に寄せてっていう感じにはなるんですけど、まあ、とにかく自信ない人ほどやっぱビビって先に進んだりしなかったりするんですけど、自信ない人ほど先に進んだ方が結果的にパーティーのためになるみたいな感じがあるんで、まあ、パーティーのね、パーティーに少しでも貢献したい、タイムをね短くして、なんか楽しいなっていう風にやっていきたいっていう人はどんどんね先へ進んだ方がいいのかなって俺は思います。やっぱこのね、そのこっちにやっぱ寄ってこないやつだけちょっとツンってするみたいな、そうやってモブ集めるみたいな感覚は、もしタゲやる人ですね、タンクやる人で、もし裏セットモブ狩りセットにする余裕がある人だったら、そういう考え方さ特に重要かなって思いますね。まあ、その各モブのアルゴリズムの動画でやったと思うんですけど、そういうのをね考慮して、まあ、なるべくモブを集めて、まあ、先行して集めてみたいな。でもしモブ狩りしないタンクだとしても、やっぱ先に集めておくだけで、もしねワンパンツーパンで沈めてくれる人が後続で来た場合ですね、そういう時はねどんどんね勝ってもらえて、そういうすぐ枯れる人の助けになると思うんで、まあ、集めるっていうのはねすごくいいことなんじゃないかなと俺は思います。だから誰かねモブ集めしてたらね気使って、まあ、そういうなんかこれ集めてるなって、もうこの人は集めた上ですぐ自分で枯れるなって思ったらそのまま任せていいし、この人はタゲで、まあ、モブ狩りしないっていう感じだって察したら、まあ、それは自分が勝ってあげるみたいな、他の人がどういう狩り方をしてるか、もしっていうかそもそも集めるだけで狩らないのかとか、そういうのを見て自分がどう動くかっていうのを判断した方がいいんじゃないかなって俺は思います。まあね、その85層とか31層あたりだったら、まあ、モブツンツンしてもね寄ってくるんですけど、もう51層あたりだとね、もうほんとねポケモンのヤドンみたいな、まあ、なんか前言った気がするけどマジで殴られたことど忘れしたかのように、もうなんか途中でどっか行っちゃうみたいなのが、まあ、あるんで、まあこれで伝わったかな。なんかね実際に他の人が勝ってる瞬間にこうやってさって避けて他のところ行って狩るみたいな、まあ、そういうのを実際に映したわけじゃないんで、口頭だけで説明してるだけなんでちょっと伝わったかわかんないですけど、ちょっとたまたまねちょっと出先で動画撮っててですね、そういう映像が入ったね、そう集会の映像が入ったそのメモリー、マイクロ SD みたいなのがですね、ちょっと家に置いてきちゃってない状態なんで、ちょっと口頭での説明になっちゃって、でもどうしても今やる気出たから、まあ、動画撮りたくてね撮った感じだったんで、ちょっと申し訳ないんですけど、まあ、これでね、まあいいや、正直 YouTube なんて自己満の世界なんで、もういいや、もう伝わってるかね伝わってないかなんてもうどうでもいいやご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。